私の専門分野は建築構造です。その中でも、主に、鉄骨構造について研究しています。他にも、鉄筋コンクリート構造であったりだとか、鉄とコンクリートを組み合わせた、高コンクリート構成構造、あと、間仕切り壁などの、非構造部材の耐震安全性についても研究しています。まあ、日本の耐震設計では大地震が起きた後の建物っていうのは続けて使えるとは限らないというような法律の、になっています。で、東日本大震災以降っていうのは人的被害が減ってきたので、その建物が続けて使えないということに対して社会的な関心が向けられるようになってきました。で、私の研究室ではそういった社会の要望の変化に応じて続けて大地震が起きた後も続けて建物を使えるような耐震安全性を目指して研究を日々行っています。この愛知工業大学には耐震実験センターという国内有数の大規模な実験施設が備わっています。この施設を用いて実験したいという、たくさんの企業から受託試験という依頼が来ます。私の研究室に入ればこういった企業の方との交流をすることができます。愛知工業大学の建築学科に興味のある学生はぜひこの耐震実験センターを使って建物の耐震安全性に関わる社会貢献のできる研究を一緒にやっていきましょう。